さあ、キンドレッドジャンゴをやっていきてましょう。俺たちはいつも一緒。ミニオンを出撃しました。ナリア、襲撃やつすぎる。うな。やつら。あ、バフからやろう。その分早く会えますね。キンドレッドでログー。まあ、なぜ青バフからやるかと言いますと、まあ、キンドレットって刻印つけるとこの敵を倒すと強いみたいなキャラクターなんですけど、ファイトがしたいみたいなとこありますよね。まあ、相手が赤側だからね。ナイス。でここで信者につけると、はい、場所分かりますと。ダブルキル、敵を倒しました。素晴らしい。移動中です、移動中です。もう食べてえな、先に食べよ。敵を倒しました。敵を倒しました。まあワースか。生きた。大ワースか。大ワースでくさー。無理やりスタック2個集めれたな。熱っ。わ、違った、あっちのカニにもついてた。上のカニにもついてた。最悪。即リルゴールしてカニ行くべきでした。カニ見てなかった、もったいねー。トリコロから行ってみっか。じゃあ取り終わってんな。だってか赤取りにしたかったのに。W やるときのファームの速度マジ速えな。全部湧いててくさ。移動中です。キリングスプリン移動中です。ちっちゃいのしか湧いてないね。しかもあれ狙えるけど俺。こっち狩りに来ねえかな。来ねえか、さすがに。いや、これ刻印で敵の位置わかんの、どうなん。なんかちょっと渋いよね。大丈夫なの。なんか大丈夫なんか不安なるわ。
行けばよかった。危険。ああ、まあ、ナサスだし行くか。本当はここを当たりに行きたいけど、まあ、ナサスなんでね。トップが怖いから。ドラゴンから退却。敵チームはリストヘラルドを倒しました。味方チームはドラゴンを倒しました。移動中です。ハロハロー。ちょうど刻いなくなったな、だる。キンドレットマジ強いと思う俺。そう、刻印つけれんかった。こうやってさ、ここでやったらどこに死んじゃおるか分かるんでしょう。やばすぎこれ。あまりにも強い。相手の位置分かんの強すぎて草。あ、アルティメットを上げるの忘れてた。それな。マジでずるいこれ。強え。あ、待って、アルティメット、アルティメット出なかった。あれ、俺ちょうどスタン食らってたのかな。押したつもりだったんだけど。え、てかキンドレットね、これね、マジバンワピックス。普通に強すぎます。普通にバフってる強さ。わあ、だる。もう一回押しとけよかった、ちゃんと。丁寧に押せば全然反応したな。で、このさ、刻印つけた時のファーム早すぎて、あんまこれスマイル使う方がいいかもな。マジ早い、刻印つけた後。はい、6スタック。はい、俺もうすでに6。敵のタワーを破壊しました。3ずつ。いや、マジ強えな。いや、マジ強いかも、金土。金土えぐい。普通に。
カエルは買いすぎた。本家はまあ1対1強いけど、こんなにまあダメージが、まあ育ってる時はやっぱ出るけど最強だけど、まあ、メタじゃないってのもあるしな。味方チームがドラゴンを倒しました。ちょっと強いねこいつ。ああマジか。敵のタワーを破壊します。あてかこれつけるの忘れてた。はい、7 7スタック。いや強えこいつ、たまらんな。何これ、なんか落ちてない。何これ、カタリナ入ってくるやん。全然大丈夫なんやな、カタリナ入ってきても。はい、開始。こういうね、遊びもできちゃう。あと一回勝った時のさ、ジャングルのインベードが楽すぎて全部取れるんだよな。タック回避、スノーボール力高すぎるマジで。何行こうかな。まあブラスターでいっか。あでもカニあったし、カニ嘘かと思ったのに。はい、やファーム。うぃー、インド中へ。いや強い、インド強いね。まあでもキンドレットまだやっぱ出たばっかりだから、軽くちょっとパッシブとかも説明しとくか。このちょっとわからない人もおるよな。ちょ、ボットレーンも強かったってのあるけど、ボットレーンが最初勝ってくれたおかげで、カニ取れて、しかも死んじゃうも倒せてっていうのが熱すぎたな、この試合は。あそこで終わったわ、ゲーム。まあ、軽くキンドレットの説明しとくと、何がいいんだろうな、俺結構コレクター、羊の執行猶予が 10% 未満まで、HP を、いや、まあ、レーンの主導権も大事っていうか、まあ、別に、スタックなくても、まあ、くっそ良いチャンプってわけじゃないから、まあ、タワーは降りたいね。だから、ヘラルド結構熱いけどな。ヘラルドは賞味熱い。ぶっちゃけ。で、タワー取って、相手のジャングルに入りやすくするってのが、まあ、いいかなと思うんだけど、俺は。まあ、軽く説明ね。まず、見慣れないボタンがあると思います。で、これは敵に刻印をつけることができて、まあ、こいつを倒すかアシストするとスタックってのがもらえますと。で、そのスタックは何ぞやっていうね。で、このスタックは敵にこうやってつけるか、相手のジャングル。最初の3スタックまでがカニかな。で、次が、カエルか、ラプター。で、多分6スタック以降がバフ。バフか、ウルフなのかな？多分ね。それ以降がバロンとかバロンとかにつくんじゃないかなと思います。ちょっとそこは試してないんでよくわかりませんが。で、一応自動更新30秒ごとにモンスターについた刻印がっていうので、これが相手ジャングルにつくやつよね。30秒ごと。で、発動効果、スペルの上にある刻印ボタンをタップすると敵チャンピオンに刻印をつけると。で、そいつからキルかアシストを獲得するとスタックを獲得と。
で3スタックで75で、それ以降は25ずつ。この増加がめっちゃ強くて、まああとシンプルに、まあ、他にもあのスタック数、矢の演武、攻撃速度が 0%、 キンドルと刻印のスタック率の 5%、 まあ、6スタックだと 30% もらえる。で、狼の月光、これかな、矢の、これまずこれがチュチューン、チュチューンってやつね、これのエースが上がるっていうのと、この2スキルかなが追加ダメージで、3が減少体力 0% で、減少体力でどんどんダメージ与えるよというものになってまして、で、まあ、1が、まあ、こう、こういうスキルや、ピュンってピュンってちょっとブリンクして、矢を放ちて、なんか敵にダメージ与えて、で4秒間攻撃速度がどんどん上がるよっていうものになってますと。でこの2を使ってる間は1が歯短くなりますよ。ポンでエース上がる。まだ AA キャンセルも AA キャンセルできるから、 AA9 通常で、あと2を打つとこの CD の短縮が早くなりますよっていう。で2は何やって言ったら、なんか狼、このペットみたいなのがおるんやけど、こいつわかる、これ横におるペット、ペットが噛みつきに行きますと。でこのペットに噛みついたやつになんかダメージが増えんのかな。狼の噛みつきは対象の減少体力の25、まあこれらでね、魔法ダメで、狼は刻印がついてモンスターおよびその周囲にも他のモンスターに 100% ダメージを与え、2秒間 50% のスローを付与する。最強や。だからもうこれを1対1、まあ、ガレンにつけ、これをガレンに押して、あとガレンにつきますと、そいつにかませるともう大ダメージを。で3が 50% のスローと、あとは3発殴ると大ダメージ。ポンポン、バーンと大ダメージね。アルティメットが執行猶予。これが羊の執行猶予が、まあ、ダメージを無効化できますよと。これで噛みつかせてスローを与えて、あえて4発目、もう1発、はい、はい、ドーン、大ダメージ。で、こういう風にタワーとか受けてても、これを押せば、これは死にませんよっていうね。これアルティメットが 10% 以下の HP にはなりませんよと。あれだね、これ、キンドルって、これゾーンに入れて200回復プラス、キンドルとプラスで100だから300回復するね、全部で。でも2ある時のね、ファームマジクソ早い。2の追加ってなんだっけ、噛みついてるやつにやるとなんか大ダメージみたいなのないの、よくわからんわ、そこは。知らん。まあこういう風にさっき最初に刻印つけたから、まあガレンを倒すと、ガレンを倒すと、はい、スタックが2になりました、今。で、こういう風に射程を伸ばしていくキャラクターになりまーす。で、あと、まあ、こういうとこに今2スタックだから、2だとあっちに湧くのかな?こういう風に相手のジャングルに刻印が湧くんで、これを、相手の、これでさ、どこにおるかわかるわけやん、敵が。だから湧いてる時とかに、相手ジャングルとかにつけて、相手のジャングルの位置見極めて狩りに行くとかもできるから、もうこれ、見えなくなるとは思うけどな、さすがに。ちょっと強すぎるから。まあそういうキャラクターになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。